大丈夫、ミラクル1の動画だよ。はい、今日も始まりました。任天堂スイッチオフラインマルチ4人までできるゲーム紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのはマリオテニスエースでございます。では早速やっていこう。このまま始めるぜ。はい、これはねマリオテニスでございます。まあ、マリオにハズレなし。マリオはすべて名作。っていうところがあるんでね。絶対このゲームも面白いです。僕が一番やってたマリオテニスは、64かな？ゲームキューブかな？どっちか迷うんですけど、はい。楽しかった記憶あります。というわけでやる。やばムービーこれや。このムービー飛ばされんか。ふふ。飛ばせない。やば、お宝を発見したぜ。ついに見つけたぞ。伝説のラケット。さあ、あれば優勝や。やばい、奪い合いが始まった。皆さん、こんにちは。こちらマリンスタジアムです。決勝が近づいています。マリオさん、ピーチの最強コンビが優勝です。あ、優勢です。優勝しちゃったかな。ここに凶暴呪われたルイージ、ワルイージとワリオがゾンビ化してるんだ。マリオタイム。更新データがダウンロードできました。You picked the winner. 優勝おめでとうマリオ。その答えはどうしたのか。めっちゃ咳出た。お？最強のラケット。No. No.ルイージ、お前じゃない。あールイージが呪われてしまった。メタルルイージ、ワンウェイ。うわー、ミイラ化した。やばい、吸い込まれていく。マリオは当然耐える。謎ムービー永遠に入るっていうね。ルイージー、はよマリオテニスやらせてくれ。ルイージー、初見プレイやからしょうがないねっていう感じですね。初見やとこんなんなるんやな。知らんかった。お、ようやく動ける感じかな。トーナメントの決勝がどこへ行っちゃったでしょうか。いつも以上におかしかったわ。ラケットのグリップテープのようでした。あなた何か知らない。いやー、ソル王国テニスが盛んやるというです。とても奇妙な動画、恐ろしげなラケット、それにひれ伏す人々の様子、まるで熱いやつだよ。というわけで、ソル遺跡に行こう。え、テニスする気ない。マリオさんと私に合わせて、ピーチ姫とデイジー姫はここで待っていて。これ帰っていくかも。オッケー。大体の導入わかった。もうええわ。オッケー。フリーマッチやスイングで対戦できます。早速対戦やろ。あ、これス
ストーリーモード勝手に入ってたんか。すごい。セーブされた。イエーイ、ブンブンが使えるようになった。イエーイ、ボリーンが使えるようになった。カメク。最初使われんのこいつら。カロン。めっちゃ追加されるやん。あ、いけた。フリーマッチ。1から4に。スイッチは1台で。お、4人までできるんや。はい、1人で。だから、あそこまで行っとかないと、遊べないっていうことですね。まあ、当然マリオでしょう。まあ、ライバルは、クッパー。クッパー。行くぜ。いやー、楽しみですね、マリオ。あ、懐かしい。懐かしい、見てる場合じゃない。剣取られてる。しゃ。まずい。あ、久々のマリオテニス、めっちゃ難しいよ。今のなんで返すの？は？めっちゃ威力高い。え、クッパ強っ。ちょっと待って、ワイが弱すぎるんかこれ。角度つけて。ほら、もう謎やもん。マリオもなんか技。ほら、一歩取られた。え、やばないこれ。1点も取れてない。B が強そう。さっきから何やねんその技。マリオが今急にトランザムした。 R を押したらトランザムかもしれない。もしかしたら雑魚はいい。あ、やっぱそうやな。マリオ R 必殺技でジャンプみたいですね。クッパはスピニングしてるみたいな。はぁ、ルール分かれへんこれ。コンピューに一方やんけこれ。しゃ、強いねん。キャンセルコンバイクッパー。おーイエー、ははは。全負け、まさかの。おー、マリオにいっぱいついてもうたぞ。全く同じ組み合わせや。普通ちょっとだけ慣れてきたんでいけるはずなんで、理論値では。ストレート負けは超やらしいわ。やらしいぞクッパー。4人でやってたんでね、ダブルスしかやってないんですよね、正直話して。は？高速移動どうやるんやろうな。あれ待ちたいのに真似られへん。まずい。は？いや、ためすぎやろ。よっしゃ。そうか、後ろで取れるけどパワーが低くなるから、これや。ほら、やっぱりこすったんだ。そりゃそうやわ。ちょっと超必要。
超必殺 R ですね、やっぱり。ジュースや。しゃあ、アドバンテージ、マリオ。マリオ、エスカルウェイ。はあ、ジュース。ちょ、もうエグいって。せっかく勝てるようになったのに。よっしゃ、アドバンテージ。きた。よっしゃ、ゲーム1。OK。あぶねえ。あ、やってみた。前に出ることの危険性、これね。はぁ、フットサービスエース。えぐえぐ。クッパ早いに、パワー系から。まずい。エレナ。しゃあねえ。しゃあ。ないもの。さっきのもエレナで防ぎましたからね、必殺技。あー逆や、あー逆や、まずい。こんなに来たんだから OK。 30、30、40。よっしゃ、ギュースギュースに持ち込んだ。首の皮一枚で変えた。よっしゃー、アドバンテージ、マリー。慣れてきた、慣れてきた、こんなもんよ。あぶね。うわ、最悪や。 R がよう分かったのかな。もうちょっと分かったかな。間に合うんか。はあ、うわ、アドバンテージ取られた。やばいやばい。よっしゃ、危ね、危ね、デュースに戻した。ふう、まずはデュース。危ねえ、アドバンテージ。OK、マッチボーイ、マッチボーイ。あ、もうエグいって、エグいって、サービスエースでやられるのほんまエグいって。しゃあ、アドバンテージ。マッチポイント。マッチポイント。危ないよ。しゃあ、カット。マッチポイント。はい。というわけで、勝ったわけですよ。ここから先は、君たちの目で確かめてほしい。ではまた、バイバイ。